ちょっともう敷地内も全然整理できてないけど、とりあえず適当に置いて、鉄のインゴット。こういうのを作っていくわけだな。鋼って今は作れないのかなあ、鉄さえあれば作れんな。よし。これで鋼のインゴットを作って、インゴットだけで作れるかな、武器。あ、作れそう。鋼インゴット一つ。やった、鋼の剣。これでなんかさっき1とか0しかダメージ入らなかったやつも攻撃できるんじゃないの、まともに。大金槌も一応作ろうかな。この辺はあ、木材がいるのか。上質な毛皮。ちょっと装備は整えていきたいな。敵強かったもんな、なんか。あんなに強い敵いると思わなかったわ。とりあえず大金槌と鋼の盾を作っておいて、これだけでだいぶ整ったでしょ。あと鉄の鎧作りたいとこなんだけどね。紐がな、そういえばなんかムツヘタとローラ姫がいた方のとこにはツタがあった気がすんな。あれ浄化すれば紐作れたのか。どうしよっかな。なんか旅人の服も紐か移動速度をとって旅人の服に今回もしようかなって思ったけど、結局紐必要なんだな。ちょっと一旦ムツヘタのとこ行くか。そろそろお腹空いてきたし、かすみ食べさせてほしいもんな。いやでもなんか一気に装備が整ったな。これだけでもだいぶ違うんじゃない？鉄の盾があるだけでも。じゃあここに聖水を振りまいて、高さも自分がいる場所より2マス上までしか効果範囲ないんだ。まあでも十分だな。これでツタを持っていけば紐が作れる。つうかムツヘタたちもあっち行けばいいのに。あっちの方が安全じゃないの。一応なんか城壁あるしさ、寝室もあるし。かすみ食わせてくれ。よし、これで戦いの準備はできたな。まあ最終章だし、敵を甘く見ずにしっかり鉄の鎧作っていこうかな。ちょっとさすがに他の章とは違うな。苦労しそうな気がしてきたわ、早くも。よし、これで敵の城に乗り込むぜ。その前に一旦寝ていくぜ。キノコ生えてる。苦キノコだ。これでかすみに頼らなくて済むな。初めての食料だ。うわ、どっからだよ。魔法使いもさっきは強かったけど、鋼の剣ならダメージ入るぞ、ちゃんと。でも鋼の剣ですら5回ぐらい切らなきゃいけないんだな、逆に。強いな、敵結構。こんなのが城にはたくさんいるわけでしょ。つうかさっきも通ったけど、この赤いブロックなんだよ。これ別にマグマとかそういうわけでもないもんね。熱くないから。結色岩、どういう仕組みで、どういう原理で生まれたの、その岩。これだな。これが思ったよりでけえ魔物の城。正面から入っちゃっていいのかな。うわ、ブラッディーハンドとかいる。いで、やべえ、喧嘩売ったら仲間が湧いてきた。はっ、そこにいるのは誰だ。俺だー。お前はまさか人間か。いや、少し違うようだな。違くねえよ。人間だよ。そんなことはどうでもいい。お前のようなものがここに何の用だ。旗ください。まさか希望の旗を取り戻しに来たなどと冗談を言いに来たのではあるまいな。旗くれるだけでいいんですけど。命が欲しいならとっとと立ち去れ。もし命を捨てたいならすぐに入ってくるんだな。ギャーハッハッハ。わかった、行きます。これ壊せるかな。あ、やった。鋼の大扉手に入っちゃった。ちょっとこれ宝の山でしょ。魔法の扉とか手に入んじゃん。すげえ。やばい、こんなんしてるとまたアイテム欄がすぐ圧迫してなんか捨てなきゃいけなくなっちゃう。モンスターを倒せっていうのになってんな。この竜の柱とかも欲しいな。ちょっとほどほどにしておこう。後でまた来ればいいし。あ、なんかよく見たら敵いんな。いるね。かかってきな。よっ。あ、こいつ2回攻撃してくるやつだ。この2回攻撃してくるやつは強いんだな。さっき石の剣じゃ太刀打ちできなかったやつだ。あー、でも攻撃できる。ちゃんとダメージ通るわ。え、呪文使うの？あ、回復かよ。ビビっちゃったじゃん。あとはお前だ。うわー、家具とか欲しいなー。てか大倉庫早く作りたいよね。大倉庫さえあれば。毛皮は取れるんだし、大倉庫もしかして作れんのかな今。確認してこなかったな、大倉庫作れるかどうかは。はっ、鉄のインゴット助かる。ちょっとさ、アイテムすぐいっぱいになんだよ。これはちょっとまた来ないとな。どっちにしろほら、このカーペットとか欲しいもの。絨毯なんだこれ。上行けばいいのか。とりあえずワンフロアワンフロア全部見ていきたくなっちゃうけど、ほら宝箱あんじゃん。ベンチなんでベンチ宝箱に入ってんだよ。ちょっと後でまた来るからさ、ちょっと置いといて、この部屋。ちょっと扉とかもさ、まあ、後で取りに来るわね。楽しい仕掛けができた。さあ上に行こう。うわ、ちょっと入り組んでんな。でもなんか敵がいる場所に Q マークついてるから分かりやすいな。おい、かかってこい。2回攻撃見たら殴る。いてっ、くそ当たっちゃうな。リーチ長いんだもん、他の骸骨より。で、失礼します。おお、強そうなやついる。待ていて。あ、これこっから一方的に攻撃できんじゃないの。あれ、どこ行くの。ああ、当たるか。ダメか。あ、でも少なくともタックルは当たんないね。あ、いいぞいいぞいいぞ。敵がタックルしてきたらここに入ればいいんだ。よし。で、この宝箱は毛皮。そんな大事に入れとくもんじゃないでしょう。画面の右にモンスターを倒せ11分の5って出てるから、とにかく敵を見つけて殺害すればいいんだろうけど。いたいたいた。ワンフロアワンフロア、敵を全滅させたら次のフロアに行けばいいんだな。2回目の攻撃がこう横なぎなのが避けづらいんだな。よし、このフロアはこんなもんか。やりづれー。ちょっと強くないですか敵。あっつっ、うわマジかよ。俺が引っかかってどうする。ああいうのに、ああいう場所に敵を誘導すればいいんだろうけどさ。よし、倒して。あー、全部倒したらここは開くようにあんのか宝箱。怖いな壁。今の段階じゃあ壊せる。皮膚寄贈でもな、アイテムいっぱいなんすよ。一通り先にクリアしちゃわないとな。あ、いるいる。うわー、わーお、めんどくさそうだな。ボストロールと魔法使い2体。あ、でも魔法使いが俺発見状態になってないぞ。こっち側で戦えばさ、魔法使いには気づかれないままこいつとだけ戦えるんじゃないの。いてー、欲張って攻撃しすぎました。4発殴って回る。4発殴って回る。うん、そんぐらいがいいバランスな気がする。よし。で、ちょっと1体ずつ戦えないかな。よし。近づかなければ発見状態にならない。楽勝よ。これで全部かな。もうすっかり夜になっちゃったけど。で、宝箱解放されたってのがさっきの下の階のやつだな。なかなか骨が折れたな。ちょっと建物の中見づらいし、カメラワークの難しさが。ん？鋼のグリーブ。あ、アクセサリーだ。落下ダメージ軽減のやつだね。装備品ならアイテム欄圧迫しないから。ん？旗だー！やったー！うさよ、よくやりました。希望の旗を取り戻したんですね。その旗をラダトームの城の跡地に建てるのです。そこからがラダトーム復興の始まりであり、あなたの役割はもうすぐ終わることでしょう。なんでそういうこと言うの？なんでそういうテンション下がること言うんだよ。まあ逆にいいことなのかな。持てねえわ、アイテム。まあ、辛い役割が終わるっていうのはいいことでもあるのか。よし、血色眼置いて。じゃあさっさと帰ろう。ちょっとこの城にはいろいろ家具とか壁とか扉とか取りに行きたいからね。強奪しに行きたいからね。また改めて来ようかな。とりあえず今日のとこはこのぐらいにしといてやるぜ。いやー、なかなか骨が折れたんだが、やっと旗立てられるね。長かったぜ、ここまで。旗立てたらムツヘタとローラ姫もここに来れるんじゃないの？拠点内は安全だからね。暖かい光が溢れ出した。牛沢よ、よくやりましたね。そこがこの地でのあなたの拠点となるでしょう。拠点に来るまでがすでに長かったわ。あなたには物を作る力を持つ者としてそこで果たさねばならない使命があります。その一つは王都ラダトームの再建。そしてもう一つは、失われた伝説の武器や防具、そして竜王を倒すための道具を新たに作り、この世界を闇に覆われる前の状態に戻すことです。そうすればあなたの責務は終わり、やがてアレフガルドは復活することでしょう。もう役目とか責務とかお前が勝手に決めたことだからね。ウシザは念のためもう一度言っておきます。あなたは竜王を倒す勇者ではありません。そのことは忘れないでくださいね。竜王と戦うなよ、絶対に戦うなよっていう状態、今。押すなよのやつ。すべては精霊の導きのままに。やだよ、俺が倒すんだよ、竜王は。拠点だ。なんか知らない人来た。ちょっと姫様は？来てる！勝手に！旅の扉なしでどうやってあそこから来たの？この二人。ちょっといろいろみんなに話しかけよう。うわ、一気に仲間3人か。ちょっと嬉しいな。やっとだな。ちょっとここまで大変だったわ。なんと眩しい光だろうか。そしてあのお姿、まさか姫様。知ってんの、姫様のこと。それでお前は一体誰だ。随分と緊張感のない顔をしているが、んだと。姫様は褒めてくれましたよ。ビルダーだと。ほう、失われたものを作る力を持つ存在なのか。知らないの？結構他の場所では有名だったけど。すまない、私は竜王の呪いで石になっていたんだ。最近のことはわからない。この人も石になってたんだ。ビルダーというのはつまり戦士ではなく、言うならば大工や鍛冶屋のような存在なのだな。まあそうだね。わっはは、安心したぞ。お前のようなものが竜王を倒すなどとよまいごとを言い出さなくて。私はかつてのラダトームの兵士、ラスタンだ。よろしく頼むぞ。お前もルビスみたいなこと言ってんじゃねえぞ。しかしでは誰が竜王を倒すんだろうか。まさかこの私が。いや、そんな役割だとかそんなの関係ねえってこと俺が教えてやるからな。なんと暖かい光でしょうか。そしてこの場所もなんだかとても懐かしい。牛沢様、このラダトーム城の跡地に光をもたらしていただきありがとうございます。この地に王とラダトームを再建すること。俺が再建するってことは俺が王になっていいってことなの。姫様、よろしく。それこそがルビスにものづくりの力を与えられたビルダーとしてのあなたのお役目と聞いています。もちろん私も協力します。共に新しいラダトームを作り上げましょう。姫様もあれだな、一見綺麗なドレスだけどちょっとボロボロになってんね。裾とか衣装部屋みたいなの作ったらちゃんと綺麗になるんだね。そうでした。これをあなたに差し上げます。どうかラダトームの再建にお役立てくださいね。力の指輪、嬉しい。そんないいものくれんの？鋼のグリーブ外しとこうかな。そしてムツエタ。なんかみんなそれぞれ頼み事あるな。忙しくなってきやがったぜ。近い距離が近い。おお、光とかように眩しいものか。松明とは違う。なんと優しく美しい。そっか、太陽の光すら知らないんだもんね、この人たちは。おお、それにどうであろう。頭にかかっていたもやも晴れるかのようじゃ。これで預言者としてそなたを正しき道へと導くこともできるじゃろう。助かったぞウシ沢。そなたを長い間待っていてよかった。さあウシ沢、まずは失われた建物を築き、ラダトームを復活させようぞ。そうだね、建物も作っていかなきゃね。そして竜王討伐に必要な武器や道具を共に作り出していこうではないか。それこそがそなたがルビスに与えられたビルダーとしての役割なのじゃからな。ほんとうるせえなこいつだ。役割だの責務だの。全員頼みやんじゃん。誰から聞こうかな。まあ姫様でしょうノータイムで決断したけど、ウシ沢様、早速ラダトムの再建を進めていきたいと思うのですが、城の跡地はご覧の通りのありさまです。一体どこから手をつけたら良いものか。ウシ沢様、今までのご経験を生かして何か良い案をお考えくださいませんか。あ、ひらめくやつだ。あれ、ひらめかなかった。え、なんですって。あの場所に王の間を作ろうと。あれだよね、きっと階段の先。うん。確かにかつてあの場所に王と姫の間があったような気がします。そうだな、じゃあ俺の部屋だな、そこ。しかしこのような時にそんなお部屋を作っていただくわけには。大事でしょ、俺たちのお部屋。え、なんですって。王座があればラダトーム再建のシンボルになる。いろいろ考えてるんだな。もし王の間があることで皆の心に勇気が湧くのなら嬉しいことです。あなたはなんとお優しい方なのでしょう。ありがとうございます、牛沢様。かつて玉座の間はこのようでした。この設計図を使ってどうか再建をお願いします。設計図、うわでけえ。あの場所にこれをおー、ぴったり敷くのか。おー、これ結構大変だな。玉座2つ作って、柱にタペストリーに鋼の大扉。鋼の大扉は俺持ってんだ、そういえば。置いたろ扉だけとりあえず。他の人の頼みも聞くだけ聞いとこうか。おい、俺の姫と話してんじゃねえぞ。ウシ沢よ、ラダトームの再建、これがまずそなたが果たすべき使命となろう。そしてわしの預言者としての役割はそなたを正しき道に進ませることにある。そこでじゃウシ沢、そなたにはかつてこのラダトームにあった占いの間を作ってもらいたい。占いの間、まあ預言者の部屋、言うなればムツヘタの部屋だね。占いの間があればラダトームの再建につながるだけでなく、そなたがビルダーとして進むべき道をより正確に示すことができるであろう。自分の部屋欲しいだけじゃないの。本当？場所はこの辺りが良い。ここならかつてのラダトームに近い気がするぞ。確かにラダトームにもあったわ、ドラクエ1でも。ね、預言者っていう存在がいて。さあウシ沢よ、この設計図通りに占いの間を作ってくれ。場所はこの辺が良いって言ってたけど、何、どの辺のこと？今ピンとこなかったんだけど、この辺が良いが、この辺りの部屋のどれかかな。あー、サイズ感ぴったりだね。サイズがちょうどいいから、なんかこの辺のことなんだろうな。でも別に場所は俺が勝手に決めちゃっていいわけでしょ。まあ玉座なんかもそこがぴったりだったけど、完全に作り変えたっていいわけだ。おお、敵が来る。敵が来ることあるんだな。あ、全然太刀打ちできてないじゃん。俺がやんなきゃダメか。ヒノキの棒じゃ無理だよ。で、君の頼みはナウシさん、お前は聞いたことがあるか。竜王に戦いを挑むには特別な剣と特別な鎧が必要って話だ。助けてくれてありがとうございますが先ちゃうんか。お前死んでたからな、俺が助けなきゃ。なんでも王者の剣と光の鎧というものらしいんだが。わあ、出た。ドラゴンクエスト3における最強武器と最強防具がこの2つだったんだよね。今ではそのどちらも失われて、この世界には存在しないんだそうだ。きっとその武具を作り出すこともビルダーとしてのお前の役目なんだろうぜ。じゃねえよ。ほんと俺任せだな。仕方ないことだけどな。ウシ沢、竜王を倒す武器もそうだが、このラダトームにも武器や道具を保管しておける倉庫が必要だと思わないか。必要です。そうだ、大倉庫作りてえわ。とにかくそうそう、昔ラダトームには確かこの辺りに宝箱に並んだ倉庫があったような気がするな。めちゃくちゃ再現させようとしてくんだ全員。なおしさは部屋自体の作りはお前に任せるから。大倉庫が1つと倉庫の中を飾るタペストリーが2つ、あとは宝箱が3つと収納箱がある城の倉庫を作ってくれ。おいおい、忙しくなってきたぜ。でも確かに大倉庫は欲しい。むしろ真っ先に作るべきだったわ。そしたらあの城でもそんなに困らなかったかもしんないのに。壺が必要、あと木材が必要。どうにかなりそうだな。で、あ、ちょっと待って、今持ってる設計図はムツヘタの設計図だな。ラスタンが言ってるやつは設計図自体はないのか。まあ一から作り直すってのもそれはそれで面白いけど、ある程度言われた通りにやってみるか。城の形残したまま。なんかさ、この辺とかも紫の床のブロックの間にこういう白いブロックがパーッと引いてあるのが、まあそのまま部屋の形だったわけでしょ、おそらく。そういう感じで作ってやろうかな。ムツヘタの設計図はじゃあここに敷くとして、でもどうしよっかな。全部めちゃくちゃに作り変えてやりたいような気もするよね。あ、てか霞食わしてくんないのもう。おい、霞よこせ。お腹すいたんだよ。こいつまさか。あ、こいつまさかもう霞くれないの。自分で飯作れってか、こっからは。霞でお腹満たされてたんだからもうそれでいいでしょ。くそー、キノコもっとたくさん取ってくりゃよかったな。こっち側の拠点に一旦戻ってきたんだけど、ちょっといろいろ持ってくもんがあるな。このシャナク魔法台持っていくのと、あと何しようとしたんだっけ。そうだそうだ、大倉庫作るのに壺がいるから壺を持っていくっていうのと、あと木材だな。この辺の木材手に入れれば、ああもうアイテムいっぱいだ早くももっといろいろ預けてくればよかった。アイテム浄化して、よし。この辺のツタとかも大事だからな。多少往復する羽目になったけど、まあここである程度の資源を手に入れたので、このローラ姫と会った方の拠点でね、これでまあ作れるかな。もう大倉庫。うわー、拠点戻ってきたら夜だったんだけどさ、起こしづれー姫様この拠点まだベッドここにしかないんだよ。てかもう敵邪魔だな。またあいつ死にそうになってんじゃねえか。おい、助けてくれてありがとうございますって言えよ。起こしづれーけど起こす。うわ、話が終わったらスッとまた寝るんだけど、俺ベッドで寝れないんだけどちょっとベッドもう一個作るのに何の素材がいる？あ、毛皮と枝か。まあ作れるな。ちょっと、ああもうアイテムいっぱいなんだった。もう忙しいな、畜生とりあえず適当に作業台を置いて、よし、この部屋にベッドを設置してすぐ寝る。他のやつらに取られないうちに。はあ、寝るだけで苦労するとはこんなに。で、大倉庫、大倉庫。大事だよ、大倉庫。やっとここまで来たな。あれ、あ、そっか、俺さっき1個作ってたんだ。1個余っちゃった。まあ、余って悪いことはないけど。どこだ？まずは木を木材にして、その木材使って大倉庫。やったー！これ、ほんとこれないと話になんないからな。大倉庫はね、壊しても中身が失われるわけじゃないはずなので、確かとりあえず置いておこう。ああ、もう何でも預けられるわ。安心感がすごい。さて、じゃあ一旦ここで一区切りにしようかな。旗立てて、旗にロトの紋章ついてんだね、これ。旗立ててしっかり拠点にして大倉庫作ったので、まあ素材もたくさん取ってこれるようになってっていうとこで一区切りして、ちょっと部屋作れとも言われてるからさ、3人に。てかもう3人いて3人ともに部屋作れって言われてんだな今。だから部屋作るための素材とかいろいろ集めなきゃいけないわけだ。この部屋なんて玉座とか作んなきゃいけないからね。玉座って何の素材使うんだ。今すぐ作れたりするかなあ。新鉄路の方にあったわ。金とか使うじゃん。なめてんのか。どこにあんだよ金。これはまたちょっと苦労しそうだな。部屋3つも作んなきゃいけないの。まあ動画撮ってない間にまた素材とか軽く集めておいたりするとして、まあラダトーム編初めてからここまで一気にプレイしてきたんですけど、一旦一区切りにしましょう。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。いや大変だな、さすが最終章。